お疲れ様でした。お疲れ様でした。放送直後のキャスタートーク、今週もどうぞよろしくお願いします。今週は初登場、橋口アナウンサーです。はい、楽しく喋りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、今週のテーマどうしようかなっていうふうにこう悩んでたんですよね。はい。ホワイトデーにしようかなって言ったら、一番反対してた佐野さん。なんで？なんでよ。ホワイトデー全然思い出ないんですもん。私ずっと女子校だったので、むしろバレンタインの方がなんかこう、なんでしょうね。女の子たちからみんなもらってたんですよ。女子校で。いや、そうなんです。友チョコっていうやつ。友チョコ、後輩チョコみたいなのを全部もらってて、もらう側だったので、別にホワイトデーまだ返す必要ない。そう。友チョコっていうのは別にお返ししなくていいんだ、やっぱり。いや、する人もいるかもしれないですね。はあ、ちょっとちょっと。なるほどね。だから男性にっていう本来のホワイトデーみたいなのがないですね。本当かなっていう。じゃあ私もらってないんですよ。わ。あ、同期で。そうなんです。2人からもらってないんですけど。日本にも。欲しいんだやっぱり。え、ちょっと期待してたんですけど、当日何もなかったので、学みたいな。あげる習慣がないんです。なるほどね。でもまあもらってなくてもあげてもいいんじゃない？ホワイトデーは。あ、新しいですね。普段お世話になってる同期ということで。ちょっとその発想はなかったです、ね。あ、そうですか。なんかホワイトデーの思い出話ありますか？ホワイトデーないんですよね。ないって言っちゃったらもうこのキャスタートークがこうこの後どうなっちゃうのか、あと数分。なんかあるでしょ。ホワイトデー、そうですよね。でもまあ、まあ会社とかでもらうじゃないですか。うん、やっぱこう何を返そうかってなった時に、まあやっぱもらったもの以上のものをちょっとこう返したいなっていう男のプライドですか。それは今年ありましたね。例えば女性の立場からすれば、まあ、あのもらったことないっていうことなんですけど、男性からね、あのどういうプレゼントホワイトデーだったらいいなとか何かありますか。私なんかそれこそこの間はあのチョコレートっていうのを、山形屋さんに行って、はい、取材したんですけど、チョコレートが意外と多いんですよね。あれにびっくりして、バレンタインにチョコをあげるのにまたお返しでチョコもらうっていうのはちょっと私にとってはハテナで、はいはい、なのでちょっと何かなんかまあこじゃれたものが欲しいなという。こじゃれたものね。私チョコ返した。アバウトなものが来ましたね。難しいですね。でも多分好きな人からもらったら何でも私もう嬉しくて、はいはいはい、もうとにかく好きな人からもらえるのがいいですね。だと、はい、あ、それが一番いいです。夢見る少女だね。ですね。まあでもね、ホワイトデーといったらですね、やっぱり私はですね、小学校の時に初めてもらったバレンタインのこのお返しをものすごく緊張しながら、その下駄箱に入ってたんですね、バレンタインのチョコは。でも漫画のような学校でこう本人にこう手渡す勇気がなく、はい、家に届けに行こうとして、そっちの方が緊張しますね。でも家とかでも行ったことなくて、はい、住所録で調べるんですけど、小学生の時にあんまり住所どこどこ町の何丁目でとか探したことないじゃないですか、家、はい、で結局見つけきることができず、あら、お返しをすることができなかったという。あ、ちょっと苦い。でも学校で目があってもごめんねって謝ることもできず、めちゃくちゃこの内気な、このピュアな、この内田少年。それどれくらい前の話ですか。見たらわかる、めちゃくちゃ内気なやつやん。まあ、っていうね、そんな時代もありましたというお話なんですけどね。ちなみに何だったんですか、それめちゃくちゃ気になるんですけど。中身は何が。お菓子は、普通にこのあのお菓子でしたよ。お菓子、お菓子。そんなだって小学生でなんかこうこじゃれたもんなんて準備できませんよ。まあ、そうですね。ええ、はい。やっぱりね、でも何を返したらいいかなって悩んだ時にやっぱり頼りになるのが、まあ私も橋口アナウンサーもお姉さんがいるんですけど、やっぱこういう時お姉ちゃんってのはすごく頼りになるよね。そうですね。あとはまあ母とか、まあ、女性の目線でこういうのがいいよみたいなのをやっぱ教えてもらって、はいはい、私もこうデパ地下とかに行ってちょっと選びますもんね、うん、やっぱり。そうだよね。はい、まあ、あの先日私もバレンタイン商戦っていうのを百貨店で取材をさせてもらったんですけど、うん、はい、その広報担当の方に話を聞いたら、バレンタイン商戦のを100としたら、だいたいホワイトデー商戦というのは 30% ぐらいの売り上げだっていうことですね。そうなんですね。もうちょっと男性頑張らなければいけないと。そうですね。ちゃんとお返ししてないということなんですか、ね、いやいや、そういうわけではなくて、多分ですね、まあ、バレンタインデーというのは最近この友チョコとか、うん、
まあ、のご褒美チョコとか女性が女性に送ったりとか自分に送ったりとかいろいろあるじゃないですか、まあ、そういう関係もあってホワイトデー商戦というのはまあちょっと少なくなっているということなんですけどね、まあ、今日ホワイトデー皆さん男性の皆さんはまあ頑張ってお返ししていることでしょうね、はい、ということで今日どうなんだろうこの今日のテーマ。そうですね、ちょっとあまり経験のないホワイトデーの経験のない2人になってしまいましたね。ちょっとテーマ選び失敗したかな来週以降に生かしたいと思います、はい、今日もキャスター東京ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。